こんにちは、ピオケイチ太郎です。今回はですね、東京都世田谷区のアパートの一室で30代女性が倒れて亡くなっていたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2018年11月6日ですね、警視庁によると東京都世田谷区キヌタのアパート1階の一室で30代の女性が仰向けで倒れ死亡しているのが見つかったと。女性の額には傷のような跡が確認されたというらしいです。生存者がこの部屋に住む男性から詳しい経緯を聞いており、事件と事故の両面で調べていると。女性は男性の知人とみられ、身元確認を進めているということですね。その男性は午後7時45分頃に110番通報し、知人女性が寝ているなどと説明し、現場に向かった署員が今に敷かれた布団の上で倒れている女性を発見したと。女性はセーターにスカート姿で、着衣に乱れはなかったということでですね。でですね、客観的な意見としては不気味だということと、なんだろう、その内容が言葉足らずで、ちょっとこの状況では全く理解できないっていうところとか、あと最近毎日のように事件があるので、結構不思議な事件なのにそこまで大きく取り立たされていないっていうこととかかな、が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしてはですね、まあ、結構ですね、最初この記事見て、ああなんか不思議な事件だなと思って、まあ、それも結構言葉足らずで全然なくて、まあ、ある程度ちょっと調べてみても、まあ、結構ある程度内容として書かれているとか、調べてもこれぐらいの内容しかなかったので、まだそこまで情報が漏れてないとか分かってないものなのかな、事件なのかなっていう感じでした。でですね、まあ不思議な一方の記事では、全然知らない女の人が自分の部屋で倒れて亡くなってたとか、そういったことが書かれていたりとか、いろいろあって、どれが正確なんだろうっていう話だったんですけど、でまあこれがまあとりあえずちゃんとある程度書かれている記事で、まあ、知人の女性が自分の部屋で寝ていた、倒れていったので連絡したということで、まあ、っていうかさ、完全に、なんだろう、この内容からしたら、この電話した男性の人が一番怪しいんですけどっていう感じなんだけれど、なんだろう、知人女性が寝ているで、110番通報したっていう。で、行ったら、亡くなってたっていうことで、まあ、大体わかるだろうと。寝ているのか亡くなっているかの判断がこの男性はつかなかったのかなっていうところで、なぜ警察に連絡したのかっていうところが、っていう感じかな。だって寝ていったとしたら起こすよね、起こそうとする。で、起こそうとして起きない、なんか様子がおかしいって、結構なんだろう、体の体温が異常に冷たかった、体が冷たかったら、まあ亡くなってるっていうの判断全くできて、で、呼吸してるかどうか確認して、で、まあ、通報か救急車か、まあ救急車も呼ぶんじゃねえかなと思ったけれど、警察を呼んだということで、まあいろいろと、なんだろう、突っ込みどころが満載なんですけど、どうしたっていう感じなんですけど、なんかね、額に傷のような跡が確認されてて、その額の、それぐらいの傷で、まあ、亡くなるかどうかわからないけれど、死因とかも書いてないし、なので、なんともなんですけど、すごい不思議な事件だなと思いつつ、もう犯人は、
ていう感じかな。あなたはどう思いますか？ということでですね、今回は、帰ったらアパートの、自分のアパートの中に女性が亡くなっていたことについてお話ししていきましょう。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。